been feeling so small. Watch the clock ticking off the wall. But tonight I'm letting it go. Spend my coin for sure. I'm gonna be myself, or I could be someone else. No one's stopping me now. I'm gonna skip my breaks, I'm gonna make mistakes. I just wanna feel alive. はい、どうもハンサムクロージーです。ということで、ジョジョラビットという映画を見てきました。わー。はい、ハンサムクロージーの映画感想のコーナーです。こういうとこが面白かったよっていう話をちょっとしたいと思います。すごいね、面白い映画でした。あのパンフレットに監督のね、言葉が書いてて、まあ、僕パンフレット買ってきました。これね。かっこいいです、このパンフレットも。しかも中身もめちゃめちゃ充実してて、インタビューとかもね、めちゃくちゃ載ってて、デザインもすごい素敵です。カラーページもめちゃくちゃ多いし。で、この監督、マイティーソーシリーズの3作目の監督やって4作目も手掛けるタイカ・ワイティティ監督のメッセージも載ってまして、今こそ無知に終止符を打ち、愛で無知に取って変わりましょうっていうコメントがあるんですけど、もうまさにこれがこの映画の全てだなという印象です。愛って素晴らしいなみたいな人を愛する素晴らしさみたいなのを感じられる映画だったなと思います。ということで、まあどういう映画かと言いますと、戦争の時代の映画です。第二次世界大戦っていうね、大戦争がありまして、その時にドイツに暮らしてる10歳の少年、ジョジョっていう少年が主人公なんですけど、彼はですね、ヒトラーの姿をした空想上の友達、イマジナリーフレンドっていうやつですね、のアドルフの助けを借りつつ、ドイツナチス党内の青少年集団ヒトラーユーゲントっていう集団があって、その中の特別訓練に参加することになるんですね。少年兵として戦うための訓練をするわけです。でもめちゃめちゃワクワクしてるんですね。ヒトラーに従順であることとか、そういう思想をもともと植え付けられてるので、なんだかっこいいとか、そういう感覚でいます。で、訓練ではナチスに忠誠を誓って、与えられたナイフでどんな敵でも殺してやるぞって息巻くんですね、ジョジョ君は。ただですね、先輩の意地悪でジョジョ君ね、ちょっと臆病だなこいつってちょっと睨まれちゃって、じゃあお前このウサギを殺してみろってこう差し出されちゃうんですね。ウサギを殺せみたいなコールが始まるんですけど、実際に命を奪うっていう行為には躊躇して、ウサギを逃がしてしまいそうになると。まあ、逃がそうとした行為を弱虫だっていう風にこうバカにされて、ジョジョラビットっていうあだ名をつけられちゃったっていうのが、まあ始まりというか物語のスタートになってます。で、タイトルにもジョジョラビットとなってるわけですが、イマジナリーフレンドのアドルフ君に励まされてこう盛り上がって、教官の手榴弾を奪って投げて失敗して自爆して大怪我を負っちゃうっていう、ちょっとドジなギャグっぽいスタートで、怪我をしてしまったので少年兵として戦場に行くことはできなくなってしまったジョジョ君はですね、ヒトラーユーゲントの事務所で奉仕活動をすることになるんですね。そんな日々の中でこう家に帰ると屋根裏から物音がすると。そこで実はお母さんがナチスドイツが迫害しているユダヤ人の女の子を屋根裏にかくまってるってことが分かって、さあどうなるっていうのがこの物語なんですけれども、今ので伝わりましたかねで、この映画の面白いところが、こう前編10歳のジョジョ君の目を通してこう描かれてるんです。だから戦争中の話なんですけど、10歳のジョジョ君からしたら兵隊さんはかっこよくて自分もなりたい存在 で街中もキラキラしてて、その時代って明日死ぬかもしれないっていうのがあるから、みんなカラフルな服着てたらしいんです。だからなんか街もちょっと華やかな感じがするんですよね。で、友達も愉快な親友がいて、でお母さんも明るくてめちゃめちゃいい人で、戦争に勝つぞユダヤ人大嫌いって言いながら明るく過ごす少年なんですけど、その一方で処刑されて吊るされてる人が街中にいたりとか、戦争帰りで傷ついてボロボロになってる兵隊さんがトラックの荷台に乗せられて行く姿とかを見ながら、現実もちょっと描くけど、でも知りやすさがないので、戦争とかナチスドイツがしたこととかいうのをめちゃめちゃ深く掘り下げて、辛い思いをして考えてる人にとってはちょっと軽く見えるかもしれないんですけど、そこは10歳の少年の目を通して描いてるので、描かれなくて当然というか、重くしようがないっていうポイントでもあって、まあちょっとそこを誤解しちゃうと、なんだこれはけしからんってなっちゃうかと思うんですけど、まあ主題はそこじゃなくて、偏見を持った男の子と偏見の対象になっている女の子の交流というか、そこがメインになってるので、
その交流から人間がどう分かり合えるかっていうことを考える映画だと思えばすんなり入れるんじゃないかなと僕は思ってます。なので、何度も言いますけど10歳の男の子を通した戦争における差別とか迫害とかを描いてるのでめちゃめちゃバカバカしく見えるんですよね。我々現代の人間からしたらユダヤ人は角が生えてるとか悪魔だとかコウモリみたいに木に吊るさって寝てるとか、まあ、そんなわけないんですけどそういう風な感じで子供が疑問を持たないような意味付けを大人がしてるわけなんですけどでもそれはね信じちゃうわけです。そうなんだと、まあ、素直に受け取ってユダヤ人のことを嫌いになってる。これって要はどういうことかっていうと子供にとっては自分が無知であるってことは分かんないわけですよね。大人が言ったことを素直に受け取ってしまうっていうのはそれが正しいか正しくないかの判断ができないと。アインシュタインの言葉で常識とは18歳までに身につけた偏見のコレクションのことを言うっていうのがありますけどつまり偏見なしで生きてる人はいないんだけどそれが偏見だって分かってる人がいるかどうかっていうところに返ってくるわけですよ。ソクラテスの無知の知じゃないけど自分が知らないことを知るっていうところからこのジョジョラビットも話が始まってますし我々も考えなきゃいけないところなんだなとまずそこがね訴えかけるところでしたね。でそのこの映画のジョジョラビットくん主人公の男の子はちゃんと自分の無知を最初に見つめ直すわけです。ユダヤ人のことをもっと知ろうとするわけですね。それは偏見のフィルターを通した興味なんですけどでもちゃんと自分が知らないってことを知ってるっていうところがめちゃめちゃすごい賢いところでだから、家にいるユダヤ人の女の子にめちゃめちゃ質問するんですよね。ユダヤ人ってどういうものなんだと。僕は本を書くからユダヤ人についての本を書きたいからみたいなことを言ってユダヤ人のことを知ろうとするってまず知ろうとするっていうのがすごいですよね。その先に教えられた偏見を乗り越えてそうだって決めつけずに知ろうとするって踏み込んでるところが面白いと。でその知ろうとするっていうコミュニケーションからどんどん歩み寄って実はその大人の言っていたことが正しくないかもしれないとか考えを改めたりとかそういう成長が見られるんですよね。でやっぱり気づいたのは他人のことでも自分のことでも家族にしろ友達にしろ知ったような気でいるけど実際は何も知らないとこうだって決めつけてそれを改めたいっていうところからこう圧力とかなんかこうモヤモヤした嫌な気持ちが始まるんだなっていうのは思いましたねっていう教訓を得られる映画です。ちょっとめんどくさい話を長々としちゃいましたけど偏見と無知の知とそこを乗り越えるには興味と好奇心と対話とっていうのが大事になるんじゃないかっていうね現代の社会にも通ずるメッセージがあるなっていうところですね。でね次に印象に残ったのはブラックウィドウのスカーレット・ヨハンソンが演じてる主人公の男の子のママなんですけどこのママがねめちゃめちゃいい人で第二次世界大戦の時代の人じゃないみたいなめちゃめちゃ明るくてユーモアがあって偏見とかを持たずに自分の中の正義を信じて遂行するパワーがあって実際に現実で起こっていることをちゃんと主人公のジョジョに教えようと伝えようとしているすごく紳士で優しくて賢い女性を演じてるんですけどそのスカーレット・ヨハンソンの演技も素晴らしかったんですけどそのお母さんとジョジョの関係を描く上で欠かせないものの一つがですね靴紐があるんですよね。ジョジョ君は10歳なんですけど靴紐が結べなくていつもお母さんに靴紐を結んでもらってるんですけどその靴紐とお母さんの靴とこれがめちゃめちゃこの物語の上でポイントになってくるというか僕のメモを今読んでますけど見て思ったことをこうメモにしてるんですけど例えば人間が歩くためにあるいは愛する人とダンスを踊るためにつながるために必要なツールとしての靴と靴紐そこを気にしながら見ると興味深く映画を見れるんじゃないかなと思います。僕の大好きな俳優さんが出ててサム・ロックウェルっていう俳優さんが出てるんですけどすごく良かったです。スリービルボードっていう映画があってその映画ですごいバカな警察官の役をやってる人なんですけど深みのある役だったんですけど今回も深みのある役でジョジョが参加する訓練の一番偉い人の役なんですけどキャラクターとしての一面だけじゃなくて一人の人間として演じられてるというかキャラクターの設定もそうなんですけど素敵に描かれててサム・ロックウェルはマジで注目していただきたいですね。この人ねかっこいいんだよなサム・ロックウェル。あ、ちなみにこれがジョジョでこれジョジョでジョジョのママね。そんなサム・ロックウェルも含め、まあ、詳しくは言わないですけどラストに向かってめちゃめちゃ胸が締め付けられるような
でもこうふわっとこう解放されるような、ちょっと宙に自分が浮いてるような感覚になるような終わり方でした。ナチスドイツとか戦争とかヒトラーって並ぶとすごいこう重苦しいような印象を持つかもしれないけど、とっかかりはすごいユーモアがあって楽しくて、闇深い部分もしっかり描かれつつ心にザクッと刻まれる作品になっていると思います。まあ、素敵に描いていいものかどうかっていうのはいろいろ意見が分かれるところかと思いますけど、僕にとってはもう素敵な映画だなと思いました。今の社会にすごい必要な映画だなと思います。日本にももう世界中にも多分必要なメッセージがすごい込められてる映画だと思うので、ぜひ気になる方は見てみてください。いや面白かった。はい、以上ハンサムクロジでした。この動画が面白かった方はよかったら高評価、チャンネル登録、コメント、いろいろお願いします。バイバーイ。